手を貸す気はないのか。必要ないでしょ。あの仲間の女性って誰なの？シアか。どうして知ってるんだ？仲間を見たことがある。マリコスは殺せと言ったけど敵意は感じなかった。シアはまあ元ジェダイだ。話せば長い。聞いてみたいわね。船で会いましょう。見つけたのね。おお、誰なんだ？それどういうつもりなんだ？一緒に行くということ。シア、グリーズ、彼女はメリー。おい、魔女だろ。違うか。ライトシスターよ。何も怖がることはないわ。おかげでアストリームが手に入った。一緒に戦った。信用できる。なら信じるわ。あなたはそれを証明して。わかった。いいよ、座ってくれ。ただし変なことはしないでくれ。歓迎するわ。上々だ。言葉がわからないの。よし、考えてるんだな。早く出よう。コルドバって人は俺の船を随分酷使してくれる。彼は銀河中を見て回りたいと望んでいたわ。あんたもか。多くの星を巡ったわ。ゼフォとジェダイの霊廟や寺院をね。私と違って
彼に限界はない。お供に見捨てられたおかしな老人か。彼はいつも一人で私といた時でさえ自分の研究と未来のことで頭がいっぱいだった。常に旅をしていつも時に追われていた。彼が一箇所にとどまっていたのはボガーノが初めてよ。短い間だったけどね。よし坊主、座れ。着いたぞ。使えるかな。コルドバは使えたわ。あなたならできる。大丈夫よ。なあ、腹空いてないか。スカッツのステーキでも焼こうと思ってる。邪魔しちゃったかな。いいえ、船長。ここまで来られたのはあなたのおかげよ。ああ、まあ俺は。本当だ、グリーズ。まいったな。ああ、うまくホロなんとかが見つかるといいな。ホロクロンだ。本当に探すのがいいことなの？どういう意味？リストの子供たちをジェダイにするために故郷から連れ出したら、その子たちも追われるんじゃ。どちらにしろ帝国には渡せない。帝国を倒す助けになるはずよ。おっと、予定変更、到着する。あ、グリーズ。なんだ。私はレアでお願い。はあ、分かった。俺に任せておけ。ここは何かおかしい気がするわ。ここはエネルギーが違うわ。ダソミアとは違うな。ええ、ダソミアは複雑で闇から古い力が湧き出るようだった。ボガーノはもっと単純けれども、うまく言えないわ。ここは特別だ。だから宝物庫を建てたんだな。ホロクロンは一体どこに。何かあるのか。この星は何世紀もの間知られずにあった。何もしなければ本当にその子供たちは危険だったのかしら。ちょっといい？なんとかここまで来たけれど、宝物庫にはまだ謎が多いわ。大事なのはコルドバが治めたホロクロンだ。手に入れる。コルドバはあえて危険な関門を用意してる。俺を心配してる？子供たちを訓練するには人手がいるの。大丈夫だよ、 BD もいることだし。そうね。とにかく気をつけて。これまでにない試練になるかもしれないわ。分かった。二人とも用意はできてる。無理はしないで。なあ、まあいいか、あれを取りに行くんだな。ホロクロン。ああ、覚えてたか。来るか。まさかお断りだ。俺が言いたいのは、そう、探してる子供たちはお前に感謝すると思う。いや、全員にだ。あんたも仲間だろ。その答えを期待してなかったとは言えないな。というのも、魔法じゃどうにもならんこともある。例えば。現実的な視点と模範的行動、手本となる誰か。船の操縦は高度な技術だ。俺がいないと困ることになる。覚えとく。ああ、そうだ、それがいい。幸運を。
こは何か感じる。ボグリングの卵を狙ってやられたんだ。こいつのおかげで助かってる。全部お前のおかげだ。これはコルサントからのカバンだ。ジェダイ評議会に苛立ってた。これは何だ？よし、見てみよう。
とビビ、何だった？彼の修理キットだ。コルドバは誰かに足跡を残し、 BT も残した。助かるぞ BT。 友よ、私は急いでコルサントへと向かい、私の発見を評議会に報告した。ジェダイはここで球体を調査してた。今でも興奮を感じる。
頼むぞ相棒。よし、なんだビディ。BD、見てみて。何なんだ、BD。遅れないでくれ。テラリウムに加えるのにいいな。飛び込むと思ったよ。はあ、何かあったんだな。ボグリングだ。近くに巣があるはずだ。何か変な感じが。
おかしな話かもしれないが。